この魔法少女姿、どう説明すればいいかしら。きっと私が、残された女の子の思いに共感できたから変わったんだと思うの。それにしても、七夕に関連しているからってこんな姿になるだなんて、少しキラキラしすぎて恥ずかしいわ。この姿は、私、七宮千代と、 かつて神浜にいた女の子の思いが繋がった結果、そして私自身が目覚めて手に入れた七夕の力の結晶よ。槍以外の武器も意外と馴染むものね。いい感じだわ。天の川の星の数のように、私たちに限界はないはずよ。 せっかくだし、七夕の伝説について話しましょうか。七夕の思い出、ね。祖母が生きていた頃は、三日月草で笹を用意して短冊を飾ったわ。私と三冬は遠慮してたけどね。遥か昔から魔法少女がいたって思うと、美術館にあった古い貝殻。 あれから感じた魔力って、その時代のものってことになるのかしら。織姫と彦星の再会では、カササギが二人の橋渡しをするそうよ。つゆと千鶴の伝承にもカササギが絡むから、同じように七夕に語り継がれているのかもしれないわ。これは、魔力の上昇というより、 思いの同調かしら誰かの思いを受けて強くなれるなら、それを大切にしたい。未冬と同じように、私も自分の能力に危機感を覚えるようなら、細かい体術や魔力をコントロールする力を身につけて、カバーするわ。 今からでも魔法少女として成長できる。こうして誰かの思いを重ねて変わった私こそが、その証明よ。だから、時間が流れるたびに増えていく出会いも、記憶も、そして愛おしい人たちも、今なら守り通せるわ。焦らなくていいわ。年に一度しか会えないわけじゃないんだから。でもせっかくだから、 今日は二人で過ごしましょうか。ね今日の予定なんだけど、水菜の七夕祭りに行くのはどう私も準備に携わったから気になってて、どうかしらお昼はおそうめんよ。七夕そうめんって言うでしょくるみさんに教わって、飾り付けにも凝ってみたの。ほら、 見てるだけで楽しいと思わないふぅ。<laughs> もうすぐ夕暮れね。七夕の本番はやっぱり星が出てからかしら。年に一度の七夕だし、日が沈んで星が輝くのを見守るのもいいかもね。街の中だと晴れていても星は見えにくいわね。 一層北洋の山にある展望台に行ってみる <laughs> なんて冗談よ。真っ暗だもの。七夕の日は雨が多いって言うけど、今年はどうかしらね。天の川が見れたら嬉しいけど、織姫と彦星の再会は邪魔したくないわね。古に生きた少女たちも手を取り合って戦った。 私も仲間や人々を守るために戦うわ。恥ずかしい自分にはなりたくないもの。夏になると水着の魔法少女のコピーが多い気がするんだけど、今年は浴衣姿のコピーがちらほら目につくわね。昔、祖母に教わって笹の葉で船を作ったわ。 難しいものじゃなかったと思うんだけど、まだ覚えているか試しに作ってみようかしら。浴衣って素材次第で涼しさが違うのよ。いろはたちがお祭りに着ていくなら、ちゃんと涼しい素材を選んであげないと。七夕が終わったら、次はお盆ね。祖母だけじゃなく、叶えやめるも、 この家に帰ってきてくれるかしら。毎日少しずつ楽しもうと思って、手持ち花火を買っておいたの。一度にたくさんも楽しいけど、毎日少しずつもいいわよね。フミノさんとドラマに出たから、レナにさゆさゆのサインもらってきてって頼まれたわ。知らない仲じゃないんだし、自分で頼めばいいのに。 ああ、自分が出てるドラマを三日月さんのみんなで見るなんて、さすがに恥ずかしいわ。落ち着かないし、変な汗をかいちゃうわ。つるのって撮影現場を和ませるし、撮ったものを平気で見られるし、演技もしっかり研算してる。もしかして、役者に向いてるんじゃないかしら。 私が一歩成長できたのは、アミさんのおかげ。感謝してるわ。ライバルだって言ってくれる彼女に恥じない自分でありたいものね。今の私には守るものがあるのよ。いつもとは違うけど、悪くないわね。さて、星を見に行きましょうか。 眺める星はね、増やしたくないのよ。短冊に願いは託さなかったの。誰かに願いを預けるんじゃなくて、自分の力で叶えないと、歪んでしまうと知っているからね。見たいものがあるなら、もちろん付き合うわ。ほんと、演技をするのって大変だったわ。 幸せだと泣きたくなるってほんとね。えあのドラマを今から流すの風に吹かれて笹が揺れる音。うん、いいわね。笹団子、美味しそうね。一緒に食べましょう。